はい、こんにちは、ナントです。今日は Google で見つけました Web ラブ、ラボかな、研究室、研究所、リモートでですね遊ぶツールがありました。さあ何ができるんでしょう。目的は何なんでしょう。さっぱりわかりません。まあ、離れた人と共同作業ができるっていう、そういうことでしょうかね。まあ、実験研究所、一つ目はこれは音楽ですね。次がこれ何だかよくわかりません。で三つ目はスケッチボット、まあ、自分の写真ポートレートを撮ってですね、それを、アウトラインを抽出して砂に絵を描いてくれると。よく分かりませんので、実際ちょっとね自分でもやってみました。さあどんな映像ができるんでしょうか。まずは写真をウェブカメラで撮ります。バシャ。3、2、1。さあこれで良ければこれでね進めたいと思います。まあ結構映像がね、かっこよくね作られてるんで、一度やってみると面白いですね。まあ、目的が何なのかさっぱり分かりません。さあポートレートが取り込めました。でこの枠の中にですね自分のメールアドレスを入力します。すると、まあ、制作動画がですねそのメールに送られてくるみたいです。さあやってみましょう。ここは一体どこなんでしょうね。おそらくこれ砂の上になんかこうドットを吹きつけてるんじゃないかな。もしくはなぞってるのかよくわかりませんね。この動画が後から YouTube のですね自分のチャンネルの方に、自動アップロードされてきます。そのお知らせが先ほど入力したメールアドレスに送られてくることになってます。これをやることによるなんかメリットというか目的がさっぱりわかりませんね。さっぱりわかりません。まあ、こういうことができますよという応用なんでしょうかね。それを考え、みんなで考え、何かを、作ろうという、そういうことなんです。可能性のアイデアですかね。そこら辺のことをみんなで考えましょうということなんでしょうか。よくわかりません。さあそろそろ
出来上がります。簡単ですね。あっという間にできちゃいますね。これおそらく砂だと思うんですけどね、細かい砂の上に、左のように取り込んだ画像を描いていると。よくわかりません。結局よくわかりません。以上です。